あのー、去年かあのライブツアーやってたそのいろんな都市のホテルに泊まったわけじゃん俺、なんかびっくりしたのが、うん、どこの箇所かちょっと、ね、忘れてしまったんだけど、うんあのね、抱き枕がつ置いてあるあホ,テホテルがあったんですよ、ね。あね 北海道じゃない北海道かなそう。長いやつでしょそう。長い。ほんとなんかね、多分1メートル50センチぐらいだと思う。いや、俺すげえ細かく言うじゃん。ほんとに、あの、綺麗に抱ける。いや、なんかあの、ポールみたいな。そうそうそう。ヨガとかで使いそうな。柔らかい柔らかい抱き枕が置いてあって。なんか今までそう、ホテル泊まった中では、初だったなって。いや、確かにね。え、そう、どう抱いて寝ました抱きました。抱いた。抱いた。 お前さ、北海道で枕抱いた抱いた。わははは。いい抱き心地でしたね。<laughs> いいなぁ。いいね。普段、え、家とかではさ、どうなんか何がを抱いて寝るとかあるああ、なんかあのー、うん、抱き枕を使ってたんだけど邪魔で、ああ、うん、たんぱくなくしたの、うん、結局。うん、で、あの、布団を巻いてる今。 ああのー、やっぱりさ、よ、え、横向きで寝る派そう、横向きで寝る、ね、あ、分かる分かる。そういう時ってさ、空間が空くからさ、この胸の前えそうなのよ。何か抱きしめたいじゃん。なんか、ベッド、うん、家のベッドとかどうですか俺はね、結構、あの、最近気づいたんだけど、右、あの、右向きで寝ることが多い。うん,うん。で、そういう時は、俺は、あの、もう一個枕があるの。アニメキャラの、まはいはい、枕<ー>それをこう抱きしめながら寝る。怖い。<laughs>